ドゥームは、ドゥームシリーズの2度目のリブートとなる FPS、アクションゲーム。対応プラットフォームは Windows、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch。マルチプラットフォームで展開された本作は、海外版は2016年5月13日に発売され、国内版は2016年5月19日に発売された。本作のゲームデザインは、 ホラーゲームに近いものだった、ドゥーム3とは異なり、ドゥームやドゥーム2のように大量の敵を素早く、なぎ倒していくものに回帰している。ただし、武器強化及びスキルツリー性によって徐々にできることが、増えていったり、一つの武器の複数の形態を使い分けることができたり、軽めのパルクール要素が追加されたり、敵の動きが複雑になっていたりと、90年代のオリジナルと比べて、 ゲームメカニクスが複雑になっている。物語と舞台設定はまたしても仕切り直されており、主人公の設定が宇宙海兵隊の生き残りから異世界出身の戦士へと変わっているほか、毎作登場している大企業の UAC も設定が大きく異なっている。音楽はミック・ゴードンが務め、様々な賞で音楽部門の受賞を果たした。舞台は 西暦2145年、テラフォーミングされた火星は、今や人類にとって欠かすことのできない資源、アージャントエネルギーの供給元となっていた。地獄から資源を採集、生成している世界最大規模の企業、UAC の火星施設では、危険な研究や実験が日々繰り広げられていた。そんな中、 UAC 研究員である、オリビア・ピアス博士の企みにより、突如としてネーモーで強力なスータのデーモンが出現。その結果、総勢6万人の職員がいた、火星施設はほぼ壊滅し、地獄へずと化した。それだけに収まらず、オリビア博士は地球に資源を届ける施設、アージャントタワーを利用し、閉じることのない地獄へと続く穴、ヘルポータルを開いて、 地獄の魔物たちを引き入れようと格索していた。事態を重く見た、施設の責任者、サミュエル・ハイデン博士は、地獄の遺物である石棺に眠る、殺戮者ドゥームスレイヤーを長い眠りから解放し、オリビア博士の計画を阻止しようとする。眠りから覚めたドゥームスレイヤーは、プライトルスーツをまとい、施設内に置かれた様々な武器や装具を調達。 火星と地獄をめぐる壮絶な戦いを繰り広げた末、オリビア博士や無数のデーモンを殲滅するだけにとどまらず、アージャントエネルギーすらも破壊し、ヘルポータルの閉鎖にも成功する。その後、火星へと戻ったドゥームスレイヤーの前に現れたのはハイデン博士だった。博士は事態を収集したドゥームスレイヤーを称えながらも、アージャントエネルギーが人類の存続にとって必要不可欠と、 考えているため、それを破壊しようとする彼の存在は、今後の人類にとって邪魔な存在だと結論付けた。そして、ハイデン博士の手により、ドゥームスレイヤーが再び地獄へ送り返されたところで、物語は幕を閉じるのだった。本作のゲームプレイシステムの特徴として、移動がシリーズ初期の作品のように非常に高速であること、また、同時期の FPS ジャンルの作品で、 一般的な一定時間攻撃を受けないと、ライフが自動回復するシステムを採用していないこと、そして敵に一定のダメージを与えると、グローリーキルという特殊な近接即死アクションが発動でき、グローリーキルで倒した敵からライフや弾薬を入手することが可能になるというものがある。このため、他の同時期の f p s のように、遮蔽物に隠れながら戦うのではなく、 縦横無尽にエリアを駆け回り、アグレッシブに敵を壊滅するプレイスタイルが推奨されている。一方で、2000年以降の FPS に多く採用されるアップグレード要素が導入され、体力、防御力、武器の性能や弾薬数などが特定のチャレンジやアイテムの発見で強化できるほか、手流弾や透明化など、一定期間ごとに利用可能な特殊装備を装備。 できるようにもなっている。キャンペーン中には成功すると様々な効果を持つルーンを取得できるルーントライアルがある。マルチプレイヤーでは6人、対6人の最大12人で対戦が可能で、チームデスマッチ、ソウルハーベスト、ドミネーション、ウォーパス、フリーズタグ、クランアリーナの計6種類のルールを選択できる。ゲーム雑誌、ファミ通でのクロスレビューは、 40点満点中32点でゴールド殿堂入りを果たした。ゲームアワード2016ではベストミュージック、サウンドデザイン部門とベストアクションゲーム部門の2つを受賞した。他にも SXSW ゲーム賞ではエクセレンスインゲームプレイ部門とエクセレンスインムシカルスコア部門を受賞。DI, CE ではアウトスタンングリジナルミュージックコンポジション部門での 受賞をしている。ありがとうございます。